で15分だけ短いですがやりたいと思います。ちょっとね今日はもう、もう少しで時間がないので、それを逃したらワンチャン遅くなっちゃうかもしれないので、23時過ぎとかなっちゃうかもしれない、それは危ないのでこの辺でやりたいと思います。いやパジャマはそこにあったから着ただけなんですよ。仕事から帰ってきて、で、まあ、服脱ぐじゃん。それでさ、なんか服何でもよかったんだけど、その出しに行くのめんどくさすぎて、そこに一番近くにあった服がパジャマだったので、パジャマ適当に着ました。特に意味はないです。まだ風呂には入ってません。仕事から帰ってきたのでメイクバッチリでしょ。おー、ラムすぎー、ラムすぎやろん。なんかすごい、まだ6時半なのに外がもう19時並みぐらいに暗くてびっくりしました。めちゃくちゃ暗くて、日落ちんの早いな、この時期と思って。ちょっと前まではさ、日落ちるのがすごい遅かったじゃないですか。でなかなか日が落ちないなと思ったんですけど、逆にめっちゃ日が落ちるの早すぎて、そうあれだなってすごい思いましたね。ね、真っ暗ですよね。帰ったらすぐ風呂入る。ああ、いいですね、羨ましい。私帰ったらすぐ風呂入れることの方が少ないから、お風呂ってさ時間結構かかんじゃんね。なんならさ、お風呂も頑張ればワンちゃん早く入れるけど、上がってからのスキンケアが長いんですよ。かかる時間がだとね、間に合わなくなっちゃうから、そう、お風呂はね、だいたい日付が回る頃ぐらいに入りますね。一番ね、帰ってきてそのままお風呂に直行できたらいいんですよ。だってバイキンから帰ってきてるから、もうそこでバイキンを広めることなくお風呂に入って洗い流して綺麗な状況でリビングに帰ってくるってすごくいいと思う、思うんですよね。めっちゃね清潔でね、なんて言うんでしょうか、対策的にはバッチリだと思う。そう、羨ましい。そう、あとがね何もなかったらそのままお風呂入ってもいいと思うんですけど、でも大体仕事から帰ってる時はマジで風呂にも入んのもめんどくさいぐらい死んでるから、まだつって、暑かったみたいな、疲れたみたいな、お腹すいたとかだから、先にそっちを食べることの方が多いかもしれないし、そう、でも冬はマジでお風呂マジで最高。もうこの時期さ、まず寒いけんさ、お風呂がさ最高にあったかくて、ちょっと厚めにやるのがいいですよね。なんか私末端冷え性なんで、なんかどんだけ家の中でも冷えるからって靴下履いても冷えるんですよ、めちゃくちゃ。だけどお風呂ってじわーってあったかいじゃないですか。だから
ちゃ最高、めっちゃ最高、本当にあったかい、あーあったかいわーってなる。マジでポカポカで最高すぎますね。そう、どんなに頑張っても寒いじゃん。寒い時って。マジで最高。今日ね、たまたま今日仕事でなんかリンリンにね、あったんだけどさ、リンリンとさずっと楽屋でさアニメトークさしてたの。なんかあ、やばい、ちょっと待って、お待たせしました。はい、お待たせしました。そうそう、で、あ、宅配だったんですけど、そう、何話してたっけな、忘れた。あ、そう、リンリンと仕事が一緒だったんですよ、久しぶりにね。久しぶりにリンリンに会ったんですけど、なんかすごい楽屋でめっちゃ二人でアニメトークぶっかましとった。もう二人でめっちゃ盛り上がってて、なんか、いや何々さみたいな、何々がやばくないみたいな、めちゃくちゃ喋ってて、なんかリンリンもなんかなかなかそのアニメの話をするがメンバーとなかなか最近会えてなくてみたいな、そうだからアニメトークさみたいな全然誰にもできてなかったんだよねみたいな感じで言って、で今日私とリンリンがたまたま席が隣だったんだけど、めっちゃアニメのトークをして、なんかリンリンがね、ヒロアカにハマりそうみたいな、だったかな、ハマりそうか、なんか見始めたか忘れてたんだけど、なんかみたいな感じで言ってて、そう、めっちゃなんだっけ、あ、違うわ、ヒロアカが違う、あ、いいよねみたいな、そう、ヒロアカが見始めたんじゃなくて、間違えて、ヒロアカがにハマってみたいな、めっちゃいいよねみたいな話をそうしてて、めちゃくちゃね、よかったよ。で、私は進撃の巨人リンリン大好きなんだけど、進撃の巨人止まってるからさ、私今4期の頭で、で、なんか今のちょっと止まってるとこが話がよく分かんなくて止まっちゃったんだけど、この後面白くなるみたいな言ったら、いや面白くなるよみたいな感じで言ってくれたから、ちょっとまた時間がいたら見ようかなって思ってて、そう、今日はね、めっちゃ2人でね、もう楽屋の中ね、今日のメンバーで私とリンリンがずっと喋ってた私とリンリンがひたすらオタトークをしてて、そうで、なんか、あ、そう、それでさ、これさ、私いいの押したんか分からんけどさ、この呪術廻戦のさ、このキービジュアルが解禁になったみたいな感じでこうツイッターでさつぶやかれとってさ、いやマジでめっちゃ楽しみだよねみたいな話になって、いやマジで、で、ゲトーさんが好きじゃんリンリンってね、だからなんか、うわ、ゼロ感だから本当のゲトーさんじゃないですか、だから本当のゲトーさんだみたいな感じで超喜んでて、楽しみみたいな、マジで早く見たいねみたいな話をねしてたの、見に行きたいねって言って、そう、おこつくんが、あの声優さんがあれエヴァのね、イカリくんと同じ声優さんで、リカちゃんも決まって、花沢さんだったっけな、だよねみたいな話をねしててね、そう、めちゃくちゃね2人でずっと盛り上がっ
まず2人で盛り上がってたか、食べ物の話してたか、なんか食べ物のなんか何が美味しいみたいな、なんかすごい美味しいバスクケーキの、ね、お店を教えてもらったから今度食べに行こうかなと思ってて、なんかひーちゃんもうめっちゃ美味しいって言ってて、でりんりんも食べたこと、そこのやつ食べたことあるって言ってて、めっちゃ美味しかったんだよねって言われたから、めっちゃおすすめだよみたいな感じで言われたから、えーみたいな、ちょっとこの食べに行こうかなみたいな話よね。何かは切ないけどさ、してて、そう食べる話かオタクの話かしかしなかったんだけど、マジで2人がずっと喋ってた絶対他のメンツだったらうるさいなと思っただろうね。いや、わかんない、アニメが好きな人からするとあーあーあーってもしかしたら聞いてくれてたかもしれないし、そうじゃなかったらそうじゃないかもしれないけど、そうやっぱいいね、語り合えるおたともを持っているのはそうねーとか言ってね。そうリンリンは東京リベンジャーズ見てるよ、見てる。そう見てる、確か見てるって言ってたな、東京リベンジャーズ何時間違って、うん見てる確かね、そうって言ってた、うんうん、そうそうそうなんですよ、めちゃくちゃね眠い、今日めちゃね、今日さ全然寝れなくてさ、寝つけなくて朝方に寝たからさ、マジで眠すぎて、明日めっちゃ早起きなんだけど、なんなら明日、今日寝た時間にはもう起きてる、今日5時ぐらいに寝たのね、明日5時ってもう起きてんだけど、普通にグッドモーニングって感じ、そう全然起きてん時間なんだけどさ、やばいよね。うわ見て、めっちゃ可愛いタワー来てんだけど、何これ、誰、超可愛い、タカさんだ、タカさんありがとうございます。え、めっちゃ可愛いんだけど、ハロウィン仕様のタワー、はっ、可愛い、ありがとうございます、超可愛い、可愛いねあ、そうだそうだ、昨日さ、あ、じゃあ、え、私いつ劇場立ったんだっけ、昨日だっけ一昨日だっけ忘れちゃったんだけどさ、の時にそう、うんね、755に書き忘れたプレゼントとお手紙ね受け取ったんでありがとうございます。なんか昨日、違う一昨日かな、忘れちゃったんだけど、一昨日は持ってかれるやつだけ持って帰って、なんかすごいもうめちゃくちゃでかいプレゼントがなあったの、なんかでかいやつさ的にね、そのプレゼントが今輸送してもらって、それをね今届いたの、さっきのピンポンは宅配だったんだけど、そう、それを届けてもらったから、そう、あの受け取りましたんで、プレゼントあのくださった皆さん、まだちょっとそのこの間持って帰ったプレゼントは見たんですけど、その大きいプレゼントっていうか、その持って帰れなかったプレゼントは、送ってもらったやつはまたが、ちょっとここ数日忙しいんで読めないんですけど、また時間が空いた時に読みたいと思いますので、楽しみに楽しみじゃないな、読みますんで、ありがとうございます皆さん、これで茹でれると思う、ギリどっちでもいいと思います、お姉に聞かれても困る、まあなんとかする、オッケーオッケー、そう、なんでまた手紙などはまた後日読みたいと思いますので、皆さん、くださった皆さんありがとうございます。
というわけでちょっと今日は15分ということでそろそろ終了にしたいと思います。せっかくこんなメイクしてモレモレな今日私なのにちょっともう時間がないので申し訳ないですが終了にさせていただきたいと思います。じゃあランキング13位あやちゃん、12位ふうさん、11位はなたろうさん、10位ひかるやくくさん、9位あきひこさん、8位マックスエイトさん、7位まいもつさん、6位ヤングさん、5位ロボさん、4位しんどさん、3位ちかやしーさん、2位マカオのりゅうさん、そして今日の第1位はたかさんです。そしてたかさんタワーありがとうございます。はい、というわけで、明日はですね仕事とその後レッスンとということで1日ですね。明日は超絶早起きで明日の夜も遅いんですけど、まあ、朝はちょっとね5時よりちょっと早いので、まあ、起きるの家を出るのは5時ちょっと過ぎなんですけど、まあ、早いんですけど、まあ、ちょっとどっちにしてもバタバタして無理なのでレッスンから帰ってきた時間かレッスン場から配信しますんで、まあ、ちょっと夜しますっていうゲリラな感じで思っていただけてたらなっていうふうに思います。オンラインお話し会再販始まったのでぜひ皆さんよかったら遊びに来てください。そして11月1日から8人バージョンの、公演に変わるんですけども、1番手初手ですねに、チーム4の鉄の公演私出させていただきますのでぜひ皆さんよかったら遊びに来てください。はい、という感じですかね。あと未成仏百物語のツアーも3人の中の1人に選んでいただきましたのでぜひよろしくお願いします。というわけでそんな感じかなと、思います。というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。また明日の配信でお会いしましょう。バイバーイ。